パイア石器 HRP レスキュアーアメリカ沿岸警備隊の h r p 一 g パイア石器 HRP レスキュアーはフランクパイア石器の設計によりパイア石器ヘリコプター車で製造されたタンデムローターの輸送救難ヘリコプターであるパイア石器 p v 三はアメリカ海軍と海兵隊及びアメリカ沿岸警備隊により h r p 一 レスキュアアート命名され、改良型の PV-17 が後に、HRP-2 として生産された。本機は、軍の任務に使用された最初の輸送ヘリコプターの1機であり、HRP-1 は2名の搭乗員と8から10名の、兵員もしくは 907kg の貨物を搭載することができた。キャンバス性外皮が外された状態のパイア石器。 XHRP-1 ヘリコプター試作ヘリコプターをパイア設計者は PV-3 と命名したがテスト要員たちの間では一般的にドッグシップという名で知られていた1944年2月にアメリカ海軍とパイア設計者の間で開発契約が締結された後本機は1945年3月にペンシルベニア州モートンで 初飛行を行った。ドッグシップは 600HP のプラットホイット 2R-1340 アン -1 星型エンジンを搭載し固定式硬着装置を持つ新規なタンデムローター形式のヘリコプターであった。特徴としては前後のローターがお互いに接触しないように胴体の後部が髪型へ湾曲しており後部ローターは全部ローターよりも高い位置にあった。 胴体は通常の軟向性交換フレームと木製骨格をドープトフしたカンバスで被覆したものであった。試験中、試作機にはトランスミッションのギア破損を含む様々な機械的不具合が発生した。その不都合に関する原因調査の結果、ヘリコプターのトランスミッションに自動車用のファム用部品を使用していたため、この部品が飛行中に発生する高速回転の負荷に、 耐えられないことが判明した。この後、第二次世界大戦後に製作された試作機では、より強靭な部品が使用された。XHRP-1 と命名された2機の試作機は1機が静止テスト用、もう1機が飛行テスト用に使用された。フロートを取り付けたアメリカ海軍のパイア器 HRP 米国発の総応の輸送能力を持つ。 軍用ヘリコプターとして収益した HRP-1 はすぐに貨物と兵員の輸送任務に投入された。公式には HRP-1 やハープと呼ばれていたが、その人目を引く特徴ある形状からすぐに空飛ぶバナナというあだ名をつけられた。HRP-1 レスキュアーの初号機は1947年8月15日に初飛行し、 続いて10機の二次発注分が製造され、最後の機体は1949年に納入された。すべての機体が 600HP の、プラットホイット 2R-1340、アン -1 製型エンジンを搭載していた。結局、20機の HRP-1 がアメリカ海軍から発注され、その大部分が海兵隊とアメリカ沿岸警備隊に引き渡された。 追加の3機が HRP-1G の名称で沿岸警備隊に納入され、全金属性外比とされた改良型の PV-17 が HRP-2 の名称で1948年6月に5機発注された。HRP-2 の全機が救難機として沿岸警備隊に納入された。9機の HRP-1 が海兵隊で、 初のヘリコプター輸送飛行隊 HMX-1 の機関となり、強襲上陸や最前線へ兵員を投入するためのヘリコプターの能力をテストする様々な演習に使用された。収益中に HRP-1 はしばしばエンジンマウントの破損や外皮の剥離といった様々な初期不良や整備上の問題点に悩まされた。これらの問題にも関わらずバイア設計者の タンデムローター形式の設計は、比較的に成功を収めており、パイア石器 H-21 シリーズの開発へと、つながった。パイロットを釣り上げるアメリカ海軍のパイア石器、HRP-1PV-3 ライト R-975 製型エンジンを搭載した、試作機、1機製造。XHRP-1 別の2機の PV-3 の運用名称。 一機が静止テスト用。一機が飛行テスト用。HRP-1 量産型。二機の HRP-1G を含む35機を製造。HRP-1G アメリカ沿岸警備隊向けの三機の HRP-1。HRP-2 金属外皮の派生型。五機製造。アメリカ合衆国材ラストレーテッドエンサイクロペディア。 オブエアクラフトオルビスパブリッシング pp 2716ありがとうございます。